庭木の剪定アフター。まあちょっとね、庭木を剪定してみると、五葉松のねに、まあ、絡んでいたつる、なんだっけ、つる梅もどきか、つる梅もどきをねすっきりさせて、このサルスベリもね、通路側に出てた枝をね刈り取って、まあ歩きやすくして、でこのボケとね、こちら側のサルスベリもね、まあすっきりさせて、このねレモンバームの方にね行きやすくすると。であとはね、この上の方をね、まあ僕のオリジナルとしてね平らにカットするといった感じでね、ちょっと分かりづらいかな。ここまでくればね分かるわけです。このね、この平らのライン、今ねこの白木蓮とね、柿と、まあ、サルスベリのこの上とね、これがまあもう少し枝が広がってくればね下がってくると思うんでね、まあそれを残して、あとはここのね平らなラインでね収めると。ちょっとここがね高いね、なんだっけ、犬巻か、まあ、そんな感じで、ね、上はすっきりして、刈り取ったと。まあ、あと多少ね柿もね剪定して、ここら辺歩きやすいようにね、このね、これなんだっけ、名前忘れちゃうんだよね、このね、ランタナもね少し残して、あそこにあったねランタナもね、まだあそこのねアスパラはうまく、風船カズラがねいっぱいね絡んでるんで、ちょっとね、まあ、もうちょっと種が熟すまで待とうかなと。まあ、そんなに種いっぱいいらないんだけど、まあ一応ね残してあると。でもランタナはねほぼ買ってあって、こっちの伸びてるねランタナは、ね、多少は花をね残して、榊何だったっけ、ひさかきか、鳥が種運んできたね。榊もちょっと剪定して、で、ここら辺のね口なしとかもね、あとアセビね、アセビもまあ上の方平らにねなるような感じで、口なしも切って、で、基本的に剪定した枝はね全部ねああいうふうにね、敷き詰めちゃうと、足場になるようにね、要するに植物がどこにでも生えてくるんでね、もうこの庭はね、だからもうどんどん敷き詰めて、ここもねそうだけど、もうこのようにねもう全部敷き詰めてあると。野菜くずなんかももう全部ね、もうとにかくいろんな植物が生えてきちゃうんでね、歩くところはもうこのようにねなるべく生えてこないように、敷き詰めて、こっち側もね敷き詰めてあるし、まあそんなところで、まあ今日はね体を動かしたんで
あ、バッタがいる。明日はね、多分体が痛いと。滑って転んだりもしたんでね、多分打撲と筋肉痛で体が痛いと。こんな感じでね、すっきり、したと思う。まあビフォーを見てもらえると多分わからないと思うけどね、庭木剪定のアフター森林浴。